エメラルド仏。エメラルド仏は、タイのバンコク、ワット・プラケオにある仏像。玉仏とも呼ばれる。タイ語では、プラケオモーラコットとも言う。正式名称は、プラプッタマハー、マニーラッタナ・パティマ・コーン・ケオモーラコット。エメラルドでできていると一部では言われているが、実際には、非水性である。タイ人のアイデンティティの一つでもあるとされる。この仏像は、民間では、 霊言新たかな仏像とされるため、大人のみならず、東南アジアのジョーザブ仏教国からも巡礼者が巡礼に訪れる。大国王の手によって、年に3回、夏、雨季、寒季の初めに衣替えがあり、王室の重要な行事の一つである。その伝来は、よくわかっていないが、エメラルド仏年大記や、ジナカーラマーリーなどの伝説によれば、高層ナーガな長老が考案し、 インドラ神とその配下のビッサカンマ、ビスカマが作ったとしている。その後、エメラルド仏は、マガダ国のトパータリプトラ、パータリプトラにしばらく安置されていたが、内戦により、パータリプトラに安置することが困難となり、その王シリダンマキッティにより、スリランカに運ばれた。エメラルド仏が、東南アジアに戻ったのは、アリマッタナ、パガン王朝のアニルタ、王。 あのやたが西暦457年、国内の三蔵橋がずさんな内容のものであると知り、スリランカに完全無欠の三蔵橋を求めて、スリランカに行ったことによる。アニルッダはそのキロ、二隻の船に完璧な三蔵橋とエメラルド物を積んで帰ったが、二隻の船のうち三、蔵橋とエメラルド物を運んだ船の方が、インダパトながら、マファーながら、 現在のアンコールトムに流れ着いた。この後、アニルッタは、インガパタナガラの王を脅しつけて、三蔵鏡を返してもらったが、エメラルド物については失念した。このためエメラルド物は、インガパタナガラにどまった。伝承によると、インガパタナガラでは、王の息子が、アブラバエを飼っており、バラモンの息子がクモを飼っていたが、このクモが、国王の息子の飼っているアブラバエを食い殺した。 このため、王の息子は悲しみ、王はトンデサープッコでバラモンの息子を殺した。これを知ったバラモンは王を呪い退散した。そして、ナーが竜の王が洪水を起こし、インダパタナガラを壊滅させた。壊滅の真相は、ともかく、これによりエメラルド物はアユタヤのアティカー、アディッチャに帰することになった。 アユタヤ移動後、エメラルドブツはカムペーンペットの国種によってカムペンペットに持ち込まれた。カムペーンペット歴史公園にあるワットプラケオは、この時、エメラルドブッダがアンチサタジと考えられている。その後、ラーナーのクルナー王の弟、マハープロムがカムペーンペットからエメラルドブツを持ち去り、チェンラーイにアンチした。その後、ラーナー王、セーンランマート、 マハーアップロムが構想を起こしたため、エメラルド仏は、戦火の中、密かに隠された。1434年、チエンダーイのある寺の仏像が落雷で破壊された時、その中から漆喰でできた仏像が見つかった。しばらくして、ある仏像がその漆喰の仏像の花がもげているのを見つけ、よくよく調べると、中に、翡翠の仏像が入っていたと言われている。現在では、 チエンラーイにあるワットプラケオがこの寺であったと言われている。仏像を発見後、ラーンナーのサーム・ファン・ケーン、王、即位1401年から1442年は、白像を持ってエメラルド仏をチエンラーイから首都のチエンマイまで運ぼうとしたが、三度試しても像がラムパーンに引き返すので、王はチエンラーイにエメラルド仏を運ぶのを止めた。その後、 サーム外ン王の六男である、ティローカラーと王の手により、エメラルド物の遅延枚への運び込みは1468年に、ようやく成功した。1548年、ラーンサーン、現在のラオスにあった国の王の座にもついたラーンナーの、セーターティラーと王は、1551年に、エメラルド物をラーンサーンのシュトルアンパバーンへ運んだ。1564年、ビルマ、 タウング王朝の侵攻を懸念したセーターキラー王によって仏像はさらに新しい首都ビエンチャンに運ばれ、ラーンサーン分裂後はビエンチャン王国によってほじれた。1777年、トンブリー王朝、シャムのタークシン王がビルマ、コンバウン王朝と繋がっていたビエンチャン王国へ侵攻すると、1779年にラーマ一世、当時は、 タークシン王に仕える将軍が、ブエンチャンから略奪して、トンブリー、現在のバンコクへと持ち帰った。後に、ラーマ一世が、チャクリー王朝を開くと、エメラルド仏は1784年からラーマ一世が、設置したワットプラケオに安置されることとなり、そのまま今日に至っている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。